富山グルメ第2弾、富山県は美味しいものばかり。今回は僕が行って美味しかったお店12個ご紹介させていただきます。本当に美味しいお店ばかりなので要チェックです。それでは行きましょう。こんにちは、ジュピタイスです。カナダの俳優留学を終えて富山にまたやってきました。今回の動画は1年半ぶりに来る富山の美味しいグルメをたくさん楽しんでいきたいと思います。前回上げた動画がほぼ10万回ほど見られて、たくさんの富山の方が美味しいお店を紹介してくださいました。本当にいつもありがとうございます。どんどん富山を好きになっていきます。今回も美味しい富山のグルメが楽しみです。それでは行きましょう。最強のとんかつ、かつたまさん。たくさんの方から富山市のかつたまさんのカツがめちゃくちゃうまいというコメントいただき行ってきました。ミシュランにも掲載されているお店です。極上トロカツ1950円、これがめちゃくちゃ美味しかったです。油がトロトロで本当にご飯に合う、正直びっくりしました。厚切りヒレカツ1760円、こちらは肉厚でジューシーでそれでいて柔らかくてめちゃくちゃ美味しかった。おすすめいただきありがとうございました。最高でした。地元で愛されるワンタン麺、末広軒さん。創業昭和6年、富山市の中心街にある末広軒さんへ行ってきました。こちらが名物のワンタン麺。一見普通のワンタン麺なんですが、一口食べてびっくり。自家製の手打ち麺はもっちもちでとっても美味しい。そしてとろっとろのワンタンが本当に美味しかった。長年愛されている理由がすぐ分かりました。名店の味を駅ビルで八角さん。たくさんの方からおすすめいただいた黒部の八角さん、富山市の駅ビルにできていました。トンテキ定食1500円、これねもう見た瞬間めちゃくちゃ美しい。そして味はというと甘めのソースに肉厚の豚肉、本当に美味しかったです。ご飯にめちゃくちゃ合います。本店にも行ってみたいと思いました。富山市の丸高屋のラーメン、一番おすすめいただいたのがこの富山の丸高屋さんだと思います。なので行ってみました。今回頼んだのはネギラーメン950円。一見普通のラーメンなんですが、富山の方このお店では背脂の揚げ玉を入れて食べるのが定番らしく、僕も乗せてみました。もうねこの時点でめちゃくちゃいい香りです。でお味はというとガツンとした醤油味、ちょっと濃いめだなっていう風に感じました。ただこの揚げ玉と相まってとっても美味しかったです。そしてこのお店では富山おでんを食べることができます。特徴としてはとろろ昆布が乗っているのが富山おでん。このあんばやしというこんにゃく、とっても美味しかったです。ふわふわなお団子、石谷餅屋。コメントでおすすめいただき行ってきました。石谷餅屋さん、ここではたくさんの種類のお団子を買うことができます。一番人気のあやめ団子いただきましょう。このソースの入り方がやばい。あみや団子いただきます。すごっ、うん、めちゃくちゃふわふわで、どうかな、あこれうまい。抹茶団子です。本当に美味しかったです。衝撃ナンバーワン寿司、松葉寿司さん。前回の動画でもあげたのですが、あまりに美味しかったのでこちらでも紹介をします。本当に美味しいお店でした。松葉寿司さん、とにかく美味しいお寿司が3000円以下で食べられます。このタラのお寿司、本当に衝撃的でした。富山の魚は異次元の美味しさ。美しすぎる海鮮丼、氷見市の魚市場食堂さんで食べられる海鮮丼がこちら。とにかく美しい、そして美味しい。氷見浜丼1980円。時期によって乗るネタは違いますが、旬なお魚がこれでもかというふうに乗っています。そして大盛りの半佐丼、もうね幸せです。朝日町で食べられる究極のたら汁、こちらが名店栄食堂さんです。鍋でドカンと出てくるスタイル、開けてみるといい匂いが漂います。たら汁880円、こちらの動画は2人前ですが、タラがこれでもかというふうに入っています。シンプルな味付けなんですがびっくりするほど美味しい。そしてタラはホロホロで、これまた美味です。今回で5回目の富山訪問なんですが、来れば来るほど本当に美味しいものがたくさんあって驚きの毎日です。
そして富山の動画を上げるとたくさんの地元の方がおすすめのお店をコメントで教えてくれます。本当にありがとうございます。そしてまだまだ富山行きたいので、もしおすすめのお店あるよという方いらっしゃいましたら、コメントで教えていただけるととても嬉しいです。梅飯に驚いた。魚津駅前の開封亭さんというところで梅貝食べ尽くし御膳1700円をいただきました。人生でこんなに梅貝を食べたことなかったんですが、本当に美味しかったです。こちらの梅貝の炊き込みご飯、梅貝がたくさん入っていてとっても美味しかったです。そしてこの梅貝の味噌つけるとさらに旨味がアップ。梅貝のお刺身、もうこれは言わずもがななんですが、コリコリで超美味しかった、おすすめです。水ワイガニで幸せ、新港。新港はカニの町。キトキト市場でなんと茹でたてのカニを食べることができます。この釜でその場で茹でてくれるので新鮮さがすごい。目の前で茹でられるたくさんのカニにテンション爆上がり間違いなし。お味はというと身がしっかり詰まっていて甘くてとっても美味しいです。超おすすめ。入善で絶品牡蠣料理。全国の牡蠣を食べられるお店、牡蠣の星さん。こちらでは焼き牡蠣、蒸し牡蠣、生牡蠣、そしていろんな種類の貝を食べることができます。全部とっても美味しい。さらに牡蠣フライや牡蠣ご飯なども本当に美味しいです。絶対食べてほしいうどん、前も紹介したんですが、ここは本当に美味しいのでもう一度紹介します。糸庄さんのもつ煮込みうどん、これもう本当に美味しいので国宝です。このもつももちろん美味しいんですが、スープが激うま、もう理解不能な美味しさです。そしてこの氷見うどんも絶妙に美味しい、もう最高。今回もご視聴ありがとうございました。食べ物だけじゃなくて景色も最高なので、ぜひ富山県へ、ちょっと回し物みたいになりますが、富山県へ。富山県は本当にアメージング。それではまた。見ていただきありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。他にもこんな動画上げてます、よかったら見てください。